それでは総理から締めくくり発言をいただきます。はい、本日はまず、社会保障分野の改革についてご議論をいただきました。成長と分配の好循環の実現には、生活の安定や将来の安心感の基盤となる社会保障の機能強化と持続性への信頼向上、そして保険料負担の上昇抑制による可処分所得向上が欠かせません。加藤大臣および関係大臣においては本日の議論も踏まえ、地域医療構想の実現をはじめ、医療介護一体での強靭で効率的な提供体制の構築、徹底した給付の見直しや労働参加を促す制度整備、改革工程表の推進による持続可能な制度の構築、給付と負担に関する新たな将来見通しの提示、医療、介護、福祉におけるイノベーションの促進、データ利用環境整備、マイナンバー制度を核とする行政 DX の本格化を重点的に進めてください。その際、普及が進んだマイナンバーカードがデジタル社会のパスポートとして本格的に機能していくためには、個人情報保護と国民の信頼確保が前提であり、現下の誤り、事案を重く受け止める必要があります。河野大臣においては、松本大臣、加藤大臣など関係大臣と連携してマイナンバーカードへの信頼確保に向け、事案に関するすべてのデータやシステムを再点検するなど、万全の対策を迅速かつ徹底して講じてください。続いて骨太2023の骨子案について議論を行いました。G7 広島サミットで各国首脳との間で認識共有をした通り、今時代の転換点ともいえる構造的変化に直面をしています。一方、我が国経済に目を移すと、30年ぶりの高水準の賃上げ、企業部門における高い投資意欲など前向きな動きが生まれてきています。こうした中、さまざまな課題を解決しつつ成長力を高め、我が国を再び力強い成長軌道に乗せる経済財政運営を展開する必要があります。このため骨太2023においては、岸田内閣が掲げる新しい資本主義の加速に向けて、構造的賃上げの実現に向けた三位一体の労働市場改革や人への投資の強化、官民連携による国内投資の拡大やサプライチェーンの強靭化等を通じた投資の拡大と経済社会改革の実行、少子化トレンド反転に向けた少子化対策、子ども政策の抜本強化の取り組みの方向性を明らかにしてまいります。後藤大臣においては、本日の議論も踏まえ、来月の取りまとめに向けて関係省庁や与党との調整を進めてください。以上です。ありがとうございます。